関ヶ原の戦いで損をした大名といえば、歴史の細道案内人の沙織です。関ヶ原の戦いといえば、その後の国内情勢を決定づけた戦いで、歴史の授業でさえ名称が出てくるほど大きな影響力のあるものです。単純な事実だけを踏まえると、関ヶ原の戦いの後、徳川家康が存在感を高め、やがては征夷大将軍任官を経て徳川政権を樹立するきっかけとなった戦いですが、細かい視点で見れば関ヶ原の戦いには様々なドラマがあります。だからこそ多くの歴史マニアを魅了しており、今日においてもまだまだ語られているほどの戦いですが、徳川家康のように関ヶ原の戦いで存在感を高めた大名もいれば、逆に関ヶ原の戦いで大きな損をしてしまった大名もいます。そこで今回は関ヶ原の戦いで損をした大名たちをご紹介しましょう。言いがかりをつけられ、かつ大遠方となった上杉景勝。そもそも関ヶ原の戦いの端緒は会津征伐です。上杉景勝に謀反の疑いありとのことで、家康の号令のもと会津征伐が刊行されることになりました。明確な疑いがあれば仕方ない部分もありますが、会津征伐に関しては家康の言いがかり的な側面が強いものです。家臣である直江兼続が石田三成と連携して家康をおびき出したとする説もありますが、連携ではなく、ただただ難癖をつけられ討伐の対象とされたとなれば、上杉とすれば釈然としないものがあったのではないでしょうか。ましてやそこで実際に徳川軍と戦っていれば、また気持ちの面でも違ったことでしょう。しかし家康は途中で進路を変更。上杉征伐の途中で石田三成討伐のために京に転進することになったのです。売られた喧嘩を買ったものの、相手が退却してしまったのです。その後最上を攻めたとはいえ、上杉にとっては関ヶ原の戦いはどこか消化不良感のあるものだったのではないでしょうか。さらにはその結果、120万石から30万石への減俸、損以外の何者でもないのではないでしょうか。何をするでもなく秋田に移封することになった佐竹義信。地味なイメージもあるかもしれませんが、佐竹といえば水戸の大大名。北条や伊達との争いを経て、豊臣政権ではおよそ54万石を領しており、豊臣政権の六大将に挙げられることもあるほど大きな力を持っていました。関ヶ原の戦いまでの流れとしては、会津征伐の号令を受けて慶喜も京に出向きます。そして進行ルートを確認し、慶喜は水戸に帰りますが、上杉と密約を交わし進軍を停止。しかしこれは佐竹家中をまとめてのものではなく、慶喜自身の独断だったとされており、佐竹家中が三成側につくか、あるいは家康につくかで意見が割れます。結果徳川秀忠に援軍を送ります。しかし慶喜自身は水戸城を動くことはありませんでした。結局一連の関ヶ原の戦いにおける佐竹の軍事行動はこの援軍程度で、関ヶ原の戦いは決着。その後父である義重が不戦的な立場を家康に謝罪しましたが、慶喜が上洛して家康に謝罪をしたのは上杉や島津よりも後でした。そして1602年、家康に謝罪。そこで違法が言い渡されたのですが、当初秋田だとは知らされていませんでした。家中をまとめきれずにどちらの軍に属していたとも言えず、本格的に戦に参戦するでもなく、気づけば秋田に違法することになってしまったのです。後ろにいただけでお家断絶となった長宗我部盛親。かつてほぼ四国をその手にした長宗我部、紆余曲折ありつつも関ヶ原の当主は盛親でした。その盛親は関ヶ原本戦では西軍側として軍事行動を起こしました。これは真下長盛との関係からとされていますが、関ヶ原本戦では何もできませんでした。
これは森近の前に陣を取った毛利が不戦を決め込んでいたことから、森近まで巻き添えを食らう形で動くに動けなかったのです。結局西軍が壊滅すると、森近は東軍からの追撃を受けながら戦線離脱。土佐に帰ると懇意だった井伊直政を通して家康に謝罪したようですが、結局は改易となりました。かつては土佐物語を論拠にした兄殺しから領土没収されたとの説が根強かったのですが、近年は土佐の代わりに代替地をもらえる予定で、その受領のために上洛したものの、国替えに不満を持った家臣団が国元で一揆を起こしてしまい、その責任を迫られて代替地の話もなくなったとのことです。本気になって損をした立花宗茂。関ヶ原の戦いといえば、全国を二分した大掛かりな戦いではありますが、実際には裏で様々な思惑が絡んでいました。その証拠に西軍側であっても、実は家康側と話をつけていた大名もいました。毛利や小早川がそれで、彼らは関ヶ原本戦では日和見を決め込んでいました。近年の研究では、小早川秀明に関してはもともと東軍的な立ち位置だったので裏切りではないとの論説もあるのですが、つまりは家康と通じていたことを意味しています。つまり西軍側にありながら、ガチで勝利を目指していたのでは勝てないと分かっていつつ、遊戯で参戦していた大谷義継を別とすれば、石田三成、浮田秀家程度でしかなかったのです。しかし立花宗茂に関してはガチだったと考えてよいでしょう。関ヶ原後の政権で存在感を発揮したいとかではなく、恩に報いるために全力で勝利を目指す、このような立ち位置だったことでしょう。宗茂は関ヶ原本戦では大津城を攻めていました。もしもですが、宗茂が本戦にて西軍として参戦していれば、関ヶ原の結果はまた違ったものになっていたのではないかとの声もあれば、大津城で宗茂を足止めしていた京極は、足止めしていたというその功績で加増を転封されたほど。大津城を落としたものの、関ヶ原本戦で西軍が敗戦したことを知ると大阪城に退却。そこでも徹底抗戦を主張したものの、すでに家康と話がついていたと思っていた毛利輝元はその主張を受け入れることはなく、大阪城を退去。結果、関ヶ原の戦いが終了したと考えてよいでしょう。宗茂もまた他の西軍側大名同様、領地を失うことになりますが、その人徳から後に大名として給料復帰を果たしていますが、宗茂とすれば領土を失ったとかではなく、本気になって損をしたと思ったのではないでしょうか。自分のための戦いのはずが、豊臣秀頼。関ヶ原の戦いは、先にもお伝えしたように、その短所は会津征伐です。上杉に謀反の疑いがあるとのことで、家康の大号令のもと会津征伐が決まりました。この話をもう少し紐解くと、上杉の謀反は豊臣家に弓を引くとされたもので、家康もあくまでも豊臣政権重臣として号令をかけました。つまり秀頼のためのものだったのです。それがです、関ヶ原の戦いが終われば直轄領を減らされ、さらには徐々に追い詰められ、やがてはお家断絶となりました。それが戦国の習いだと言われればそれまでですが、秀頼というよりも秀頼の側近や淀君からすれば、関ヶ原の戦いとは何だったのか。そもそもあんな戦いさえなければ徳川に大きな顔をさせることはなかったのに、と思っているかもしれませんね。まとめ。浮田秀家のように思う存分戦場で力を発揮しての敗北であれば、まだ気分的には良いかもしれません。しかし今回挙げた大名はどこかすっきりしない中で、気づけば領土を削られたり、お家断絶となってしまいました。後世の政治家が外交も戦争だと述べていますが、軍事活動だけではなく、いかに次期権力者に近づくか、
機微を見分けるかといった外交的スキルもまた家を残すためには大名にとって必要だったのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。